こんにちは、石崎です。本日はですね、楽天の2020年の展望についてお話ししたいなと思っています。今回はですね、各部門でのキーマン、今シーズン期待したいポイント、また改めて開幕オーダー、ローテーションについても考えてみたいなと思っています。やや前に撮影しておりますので、少しのラグはご了承いただければと思っております。まずは先発ローテーションですね。基本線はこちらかなと思っています。はい、岸選手は3月に腰を痛め、そのリハビリ等で調整が遅れているとのこと。これまでローテ候補の選手たちが実戦登板している中で、登板がないことを考えると慎重な調整で、おそらく開幕は厳しいのかなと思います。塩見選手も3月開幕ならローテーションもあったと思いますが、慎重な調整となるのかなというふうに思います。なので基本戦はこの6人で想定。安楽選手が練習試合で登板しているんですが、短いイニングが中心なので先発としていくかどうかは不明。そして熊原選手、菅原選手は手術明け。万全なら則本選手、岸選手、松井選手、湯気選手、涌井選手、塩見選手が中心になると思うのですが、このローテーションで長く戦えるかどうかというのは未知数。まあ、ただ長期的に考えてもこの開幕ローテーションは強力でバランスも取れています。まあ、ただ連戦が続くことを考えて必ず谷間投手も必要になってくるのかなというふうに思います。期待したいポイントとしてはこちら。はい、岸選手はコンディションがいつ整うか読めないのでなかなか計算しづらく、基本は則本選手、松井選手のダブルエース体制となるでしょう。まずはエース則本選手が復活の2桁勝利、そして松井選手が先発で抑えで見せた衝撃を残せるか。球数がかかるタイプなのでやや先発は心配ではあるのですが、彼ほどの直球とスライダーというのはものすごい三振の量を見せてくれそうなので大きな期待をしております。岸選手、塩見選手が計算しづらいということを考えると、石橋選手、湯気選手が一軍帯同2年目でどれだけ長くローテーションを守れるかも鍵になってくるのかなと思います。特に湯気選手が固定できれば、松井選手と確実に2人の左腕を計算することができ、長期的に考えても安定します。そしてイニングイーターの涌井選手、唐島選手の存在は大変大きく、近年苦しくなり始めている涌井選手ですが、怪我なく投げられる選手は貴重。昨年序盤のような先発不足とはならないのかなというふうに思っています。中継ぎが大変強力なので、先発が試合を作れれば接戦を多く取れると思います。なので防御率も大事ですが、 QS 率に期待をしたいところです。そして中継ぎですね。ラインナップはこちら。相当熾烈な争いが予想されます。松井選手が先発転向した影響で抑えは固定できなそうなのですが、ルセニッツ、森原選手、ソン・チャーホーという19年のパリーグを代表するトップクラスの中継ぎ陣に加え、 MLB 経験もあるシャギュアを獲得。基本的には抑えはこの4人から選ばれると思いますし、長期的なことを考えると日本人投手でまだ若い森原選手に抑えをつかみ取ってほしい。事実野手陣でロメロ、ブラッシュは長期的に一軍出場することが見込まれますので、ソン・チャーホー、シャギはブセニッツの全員を起用することは難しい。ただ今年は登録枠が拡大される予定ですので日替わり起用はできます。まあ、ただここは基本的には森原選手が抑えで回ってくれるといいのかなというふうに思います。ただ誰が抑えになってもおかしくはなく、流動起用の可能性もあります。そして彼らに加えセットアッパー経験、さらに MLB でも登板した牧田選手、そして昨年前半にセットアッパーとして登板した酒井選手も獲得。ルーキーの滝中選手、鶴崎選手も実戦で好投を見せていて、経験豊富な青山選手もいます。ソフトバンクも強いのですが、中継ぎ陣は12球団トップと言えるでしょう。目指すべきポイントはこちらかなと思います。まずやはり森原選手の再定着、そしてブセニッツ、シャギワ、ソン・チャーホーがセットアッパーで定着し流動的に起用できること。寺岡選手、滝中選手、鶴崎選手という今年ブレイクを目指す寺岡選手とルーキーの2人、この3人が新戦力として中継ぎ陣に加わると楽天リリーフ陣最強と言えるのかなというふうに思っております。そして野手陣ですね。開幕オーダーはこちらで予想しております。はい、少々独特ですが、現在の練習試合の起用を見ると2番ブラッシュという起用が濃厚なのかなというふうに思います。また先日の練習試合では3番で辰巳選手を起用など、左右のジグザグにある程度こだわっていくと予想し、こんなオーダーで想定しています。で、相手が右投手先発なら茂木選手、島内選手、鈴木大地選手で左を3枚並べて戦うということもできます。まあ、このオーダーで1年間戦うことができれば、こちらも12球団で最強クラスでしょう。個人的には茂木選手、鈴木選手、浅村選手、ブラッシュ、ロメロ、島内選手というような運用もあると思いますが、このように左右でジグザグで組む方が相手からしても継投しづらいでしょうし、得点力も期待できます。鈴木大地選手とロメロが入ったことで戦のバリエーション一気に増えました。本当に大きな補強と言えるでしょう。そ
そして今年の実戦で猛アピールしている山崎選手や内田選手は開幕一軍で想定し、内田選手は銀次選手と左右別、そして茂木選手ら主軸の休養日に小深田選手や山崎選手が起用されるのかなと思います。まあ、ただ現状で太田選手は一軍起用想定で実戦で使われているものの、2人体制で予想していた堀内選手がコンディション不良かはちょっとわからないのですが、2軍でもキャッチャーとしての出場が減っています。星田選手が中心で起用されていて、岡島選手もコンディション不良が懸念、さらに星としてプレーできるかも微妙なところで、開幕は山下選手がバックアップとして起用されるのかなというふうに思います。目指すべきポイントとしてはこちらかなと思っています。はい、まずは主軸が怪我なく1年間戦えるか。浅村選手ブラッシュは昨年証明してみせましたが、怪我に悩まされてきたロメロは1年間プレーできるかが大事になります。鈴木大地選手は昨年のように15本塁打というのをコンスタントに期待するのはややここかなというふうに思いますが、怪我に強く複数ポジションを守れて打力も期待できるのは本当に貴重。そして昨年多く1軍でプレーした辰巳選手が下位打線で多くチャンスを作り足でかき回せるか。基本的にこのスタメンだと機動力を使えるメンバーが限られます。おそらく併用されるであろう田中和樹選手との争いになり、ロメロかブラッシュが怪我をした際には両方起用されるとは思いますが、やはり彼の守備力、機動力を長期的に考えるとセンターとして一本立ちしてほしいところです。そしてバックアップメンバーですが、先日大活躍だった内田選手、そして猛アピールの山崎選手、さらに1位指名の小深田選手や俊足の小郷選手、そして外国人選手ではありますが長くチームを支えているウィーラー、控えメンバーも若手中心で大変協力。彼らのスタメン起用が多いかと言われると微妙ですが、バックアップにこれだけバランスのいいメンバーがいるのも頼もしい。怪我人が出ても運用ができそうな体制で戦力層本当に厚くなってきました。そして若手投手、期待しているラインナップこちらでございます。期待しているルーキーの一人でもある福森選手、やはり楽天でこの名前は気になってしまいます。150キロを超える直球を持ち、紅白戦など実戦でもすでに登板しています。今後の実戦次第で1軍の可能性もありますが、先日2軍の練習試合では不運にも泣き失点。鶴崎選手や滝中選手が1軍起用の中2軍という形ではありますが、まず1軍目指して2軍で猛アピール期待したいところです。そして引地選手、昨年2軍登板で失点し涙を見せるなどプロの厳しさを知った選手、ただ1年目から多く登板し、ウィンターリーグでも登板、数々の舞台を経験することができました。まだ制球難は目立ちますが、やはり伸びしろを感じさせられる投手、2年目2軍での活躍を期待しています。そして佐藤選手、高校ナンバーワンと ECGM が評価した投手、1年目いきなり怪我をしてしまい、リハビリ中心で登板こそ少なかったのですが、リハビリ、そして体作り、さらに19年オフ菊池雄星選手に弟子入りし急速アップ、2020年の実戦登板が楽しみです。そして育成の木村選手、アマチュア時代投手と外野手としてプレー、150キロを超える直球が武器で昨年サイドスローに転向、独特なフォームもありアンダーに近いところから140キロ近辺を投げ込んできます。実戦でも高騰しており支配下契約近いんじゃないかなというふうに思っています。そしてワン・イエンチン、台湾のトッププロスペクトで注目を集めた育成選手、 U18 の台湾代表に選ばれた際には藤原選手や根尾選手ら率いる日本代表に勝ち注目。まだ若いんですがすでに2軍で登板しています。140キロ後半の直球とスライダーが持ち味の投手、将来が楽しみな左腕です。そして野手ですね、まずラインナップはこちら。なんといっても期待したいのは黒川選手、高校通算34本塁打で東選手らと共にプレーした選手、星稜高校との対決時には相手である奥川選手の足がつれかけた際にサプリを渡すなど本当に人格者ぶりも言われています。オープン戦や実戦の試合でも1軍起用されることも多く、そして1軍の主力選手であるジャクソンらから長打を放つなど高校生離れした打力が武器、いきなり実戦で鋭いスイングを見せ結果も残す勝負強さを持っています。2020年楽天で最も楽しみな若手選手です。そしてこの2人を入れるか悩んだのですが、大砲候補の2人、2020年が大事です。内田選手とともに2軍で多くアーチを放ってきた岩見選手ですが、2019年は2軍でも苦しかった。持っているパワーは健在ですが確実性が課題、まだ戦力外とはならないと思いますが、やはり期待の大きさを考えるとそろそろ結果が欲しい。2軍で無双し1軍を掴んでほしい選手、そして和田選手もしかり、昨年まで巨人2軍で無双し、トレード移籍後に1軍で初ホームランなど光も見せました。パワーはピカイチで率は低いながら2軍でも少ない試合数でホームランと前評判通り、あとは確実性、2020年厳しい戦いになるとは思いますが1軍枠に食い込みたいところ。オコエ選手もしかりですが、開幕前に怪我で離脱、彼も結果が欲しいと言われ数年経っています。1軍外野かなり激戦で補強もしています。コンディションを整えて2軍でアピール、そして1軍で活躍できるか大事な年になるかなと思っています。全体として1軍の層が一気に強力になりました。またルーキーも多く即戦力を獲得したことでメンバーが一気に変わりました。そして山崎選手や内田選手がブレイクの予感、
若手投手陣も多く期待ができ、黒川選手もとても楽しみな選手、確実にチームが変わってきています。2020年ソフトバンクとともに優勝候補と言えるのではないでしょうか。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。